毛石血球通常の赤血球毛石血球は赤蛾球から細胞核が抜け落ちてできたばかりの若い赤血球である毛状赤血球ともいう赤蛾球の最後の段階である清染め性赤蛾球は細胞核が抜け落ちて毛石血球となるが細胞核が抜け落ちた時点では細胞質にリボソームポリリボソームや ミトコンドリアなどの細胞内小器官が残っている。毛石血球はまだ成熟赤血球のような真ん中がくぼんだ円盤状ではなく残っているリボソームやミトコンドリアによってヘモグロビンの産出が続いており、毛石血球の段階で10%から30%ほどのヘモグロビンが合成される。この若い赤血球は ニューメチレンブルーによる調整体染色を行うとタンパク質と RNA の複合体であるリボソームがその他の細胞内小器官を巻き込みながら毛状に凝集し凝集したリボソームの RNA が青く染まり顕微鏡観察では毛状に見えるのでこの名前がある毛石血球は骨髄内に2日ほど止まりその後血液中に移動して1から2日ほどで リボソームやミトコンドリアが抜け落ちて成熟した赤血球になる。健康人では末小血中の赤血球の0.5から1.5%ほどが毛赤血球である。血中に多く見られる場合は赤血球が壊れやすく寿命が短くなっている溶血性貧血や貧血治療の開始後あるいは高知への移住ごまもなくなどで 骨髄での増血が盛んになっている状況が挙げられる。逆に骨髄での増血機能が何らかの理由で急速に衰えつつある状況では、毛石血球は減少する。ありがとうございます。